どうも皆さん。今日は、私の新メイン PC を紹介していこうと思います。嘘です。今日はこの、デスクトップ PC を紹介します。と言っても、購入したわけではありません。私の友人に、御年78になるおじいさん、お兄さんがいるのですが、その人が、今更 Windows 7は、どうかと思うから、Windows 10にしてくれ。と言ってきたので、引き受けました。その報酬として、勝手に動画ネタにさせてもらおうという魂胆です。こちら、レノボの、なんかデスクトップ。機種は調べてませんが、ロゴが古いです。それでは、CPU を発表します。この PC に搭載されている CPU は、Core i5-2320、4 Core 4スレッド。私がサンディおじさんです。じゃなかった、私がサンディ系 YouTuber です。まだおじさんの歳ではないと思っていますので。というわけで、Windows 10へのアップグレードですが、友人の個人情報が映りますし、動画的にも面白くないので、すでにやってあります。じゃあ何をするかといえば、ベンチマークをして遊んでいきます。早速シネベンチ R23。 まずはマルチコアから。おっそ。次にシングルコア。おっそ。結局、10分では1周すらできず、20分ほど待たされました。結果はこんな感じ。ちなみに最新の Apple M1 Pro だと、8周くらいできます。スコアの比較はこんな感じ。進化が感じられて、いいですね。次、ドラクエベンチ。おっそ。ではなくカップカク。ちなみに、このデルのモニターは 4K ですが、この CPU の内蔵グラはインテル HD グラフィックス2000です。今の、インテル UHD グラフィックス770と、違って、4K は出ません。なので、純粋にフル HD 低品質を、回してます。結果はこんな感じ。もう、驚きません。次 FF15 ベンチマーク。無理でした。そもそも起動が無理でした。ダイレクト X のバージョンが、アウトみたいです。サンディブリッジですからね。次、4K HDR の、
動画を YouTube で再生してみましょう。 4K 出力はどうせできませんが、内部処理的には対応できるのか気になるところです。結果は微妙。頻繁に読み込みが入るので、あまりおすすめはできないでしょう。他にもいろいろと遊ぼうかと思っていたのですが、この PC、ロープロファイルだから、グラボも追加できないし、そもそも預かり物を魔改造すると怒られそうなので、この辺でやめておきましょう。ベンチマークソフトの類は、削除してから返却しておきます。まあ結論としては、最低ランクの性能ではありますが、実用にはギリ耐える性能、といった感じですね。そもそも私の友人は、ワードが使えて文字が打てれば良好くらいの感じでこの PC を格安で入手したそうです。ゲームをやりたくてこんなの買ってたらただのバカですが、自分に必要な最低限のものを可能な限り安く手に入れる、さすが人生78年の経験といったところでしょうか。話がそれましたが、以上で検証を終わります。今後も面白いものがあったら紹介していきたいと思います。よろしかったら他の動画も見ていってください。ご視聴ありがとうございました。